金谷駅は、静岡県島田市金谷新町にある、東海旅客鉄道、大井川鉄道の駅である。JR 東海の東海道本線と、東駅を起点とする大井川鉄道の、大井川本線との接続駅となっている。東海道本線の運行形態の詳細は、東海道線を参照。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。2つのホームの間には、 中線一線と側線一線がある。改札口は北側にあり、3番線とは狭い地下通路でつながっている。駅番号は CA25。大井川鉄道と貨物列車の周樹や静岡駅、浜松駅から直通列車が運転されていた頃は、大井川鉄道と接続する渡り線が設置されていたが、大井川鉄道大井川本線の貨物輸送が、 廃止されたことと直通列車の運転が取り留めとなって以来撤去された。ただし大井川鉄道が新たに客車を購入した際に一時的に線路を仮設して車両を取り込んだことがある。駅長は配置されない駅員配置駅であり島田駅が当駅を管理する JR 全線切符売り場が設置されている乗り場端式ホーム一面一線を有する地上駅。 JR 東海の上りホームに隣接しており、連絡改札口がある。ホームが短いため、おおよそ4両より長い編成の場合ドアカットを行う。駅舎は JR 東海とは別。駅舎内には移転がある。窓口の営業時間は6時30分16時55分。かつては木回し線があったが、撤去されている。なお、大井川鉄道が、 貨物営業を行っていた当時、同駅の構内入れ替え及び、貨車の収受は、国鉄の機関車ではなく、大井川鉄道の機関車が受け負っていた。乗り場、静岡県統計年間によると、近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。駅前駅のすぐ西側には、牧野原台地を貫通する、牧野原トンネルがある。北側の1本は現在は使われていない。 ありがとうございます。